航空戦術共同団とは、航空自衛隊航空総隊で下の団。司令部は、東京都福佐市の横田基地に置かれる。2013年12月17日に、閣議決定、公開された防衛計画の対抗及び26中規模において、弾道ミサイル発射手段への対応能力のあり方を、検討し、必要な措置を講じる。という表現が盛り込まれた。これを受けて、 航空自衛隊の航空総体霊下にある共同部隊を集約し一元的な管理を行うための航空戦術共同団の新編が発表され2014年6月13日に成立した防衛省設置法等の一部を改正する法律に同内容が盛り込まれた。同年7月24日改正の自衛隊法施行令に基づき8月1日付をもって 編成完結した。部隊編成は、航空戦術共同団司令部1、飛行共同軍1、後者共同軍1、電子作戦軍1その他の防衛大臣、直轄部隊を持つて編成する。とあり、男子令は、空将法を持つて当てることが、同性令において規定されている。共同団の設置により、共同部隊を一元化したことで、 これまでは不可能であった複数の共同部隊が参加した共同訓練も可能になったとされている。ありがとうございます。